どうもベニマルでございます。これまでいろんなディレイを紹介してきたわけですけど、今回はなんとリアルテープエコーです。 T-REX のレプリケーターはなんとフロアタイプのテープエコーとなっております。テープエコーって馴染み深い割にはあんま実機を触る機会ってないと思うんですけど、そんな中レプリケーターはテープエコーの魅力をしかもペダルボードに乗せれちゃう大きさで楽しめる機材になっております。この T-REX というブランド、昔は結構よく聞きましたけど、長らく代理店がなくて最近日本に再上陸したみたいですね。昔マッドハニーが欲しくて YouTube にかじりついて見てたのをよく覚えてます。そんな T-REX のレプリケーター早速見ていきましょう。リアルテープならではの何とも言えないローファイな揺れが心地よいですね。何よりテープが目の前でぐるぐる動いているのはテンションが上がります。レプリケーターはカセット式のコンパクトなテープを使用するんですけど、サウンドはかなり太くてアナログ感たっぷりになってます。ちょっと滲んだようなサウンドが特徴的で、ディレイ音の輪郭がかなり柔らかいので、かけ方によってはちょっとリバーブっぽい雰囲気もありますね。ここでいきなりですが、リアルテープのサウンドがどんなもんか知るにはやっぱ比べるのが一番ということで、デジタルのディレイと比べてみましょう。同じ T-REX から出てるディレイのレプリカと、このチャンネルではおなじみのエンプレステープディレイを代表に比べてみたいと思います。レプリカ、デジタルの方のすっきり安定したサウンドと比べると、リアルテープのヨレ感とかちょっとダーティーにサチュレートしてる感じがかなりわかりやすいですね。もう一つモジュレーションが綺麗なエンプレスとも比べてみましょう。エンプレスも雰囲気があって良いんですが、同じモジュレーションでもエンプレスの透明感のある揺れと比べると、レプリケーターの方はより定まってない感じというか、均一ではない揺れに感じます。そういったアナログ感がやっぱリアルテープならではって感じですね。あまりに味があるので、場面によってはちょっとトゥーマッチというか、デジタルのすっきりしたサウンドと使い分けたい時もありそうです。ではレプリケーターのサウンドを細かく掘り下げてみましょう。コントロールはディレイレベル、フィードバック、タイムとシンプルになってます。これらのつまみプッシュすると引っ込んで固定できるのがおうって感じですね。でリアルテープならではのコントロールとして、ショート、ロングというスイッチがあります。これ読み取りヘッドの位置を変えることで、ディレイタイムの長さレンジを切り替えるものです。
スイッチでざっくり切り替えてからタイムで微調整するような感じですね。でここで一つリアルテープならではのサウンドテクニックなんですが、まずこのレプリケータートーンつまみ的なものがありません。じゃあ音色はコントロールできないのかというと裏技があります。それがテープのスピード。ショートモードにしてタイムを長めにするとロングモードでタイム短めの時と同じディレイタイムにできるんですが、そうするとテープの回るスピードがそれぞれ違ってきます。テープエコーというものはどれもスピードが変わると音色が変わるんですね。こんな風にロングモードでテープを早く動かすとバキッとクリアな感じ、ショートモードでゆっくり動かすとより角の取れたローファイな感じになります。スピードによって実質2種類のトーンを使い分けれるよといった小技ですね。でもう一つテープならではのコントロールとして裏側にサチュレーションつまみがあります。これテープに突っ込むレベルを上げることでより歪みっぽいダーティーなディレイ音が得られます。サチュレーションを上げるとより輪郭がにじんだような雰囲気になりますね。なので例えば思いっきりアナログ感を出したかったらサチュレーション高め、ショートモードにしてゆっくり動かす。こうするとかなり雰囲気のあるノスタルジックなサウンドが得られます。逆に例えば歪みペダルと組み合わせるときなんかはロングモードでテープを早めにしてサチュレーションもほどほどにすると、そうするとテープの太さを出しながらクリアにできるのでナチュラルなエコーが作れます。こんな風にアナログテープならではの方法で音色をコントロールできるのがレプリケーターの面白いところですね。ちなみにフィードバックを思いっきり上げるとかなり気持ちの良い発信が得られます。テープらしい飽和感が強いぶっとい発信音が気持ちよいですね。ここで実機のテープエコーというとやっぱり気になるのがメンテナンス面。リアルテープってことで結構デリケートな部分はあります。まずテープって絶対へたるんですが、レプリケーターはカセット式なので劣化したらまるっと交換しちゃえば OK です。交換用のテープも1個ついてたり、あと使わないときはガチャンとヘッドを外してテープの劣化を防ぐ機能もありますね。加えてレプリケーターでできる調整として、ここをバカッと開けるとヘッドの押し付け具合を調整できます。これがかなりシビアで軽率に動かすのは注意が必要なんですが、押し付けが強すぎると音程が変になるし、弱すぎても音がかすれたりするので、なんか変だなと思ったら微調整できます。特にテープって必ずつなぎ目があって、この部分でサウンドが不安定になりやすいので、ここを基準にね調整するのが大事だと思います。レプリケーター結構テープが短いので、このつなぎ目が頻繁に訪れるというのが結構使ってて気を使うポイントだと思ってます。
あとはリアルテープの宿命として、まあ、デジタルディレイと比べたらノイズが多いとか、あと毎回音の揺れ具合が一定にならないとか、そういったじゃじゃ馬要素が結構あるんですが、そういうのも含めてアナログの味でしょうというおおらかなマインドが大切です。ということで T-Rex レプリケーターの紹介でした。最近はハイテクなデジタルディレイの方もだいぶ進化して、まあ、全くね文句はないよという感じなんですが、まあ、なんだかんだやっぱアナログのサウンドって説得力ありますよね。まあ、明らかに普通のディレイでは出せないキャラの濃さというか、まあ、歪んだぶっとい感じは弾いててかなり気持ちが良いです。まあ、最近は海外でもかなりローファイサウンドが流行りなので、こういうテープエコーなんかも再評価される時期が来ましたわという感じですね。まあ、普段テープエコー系のディレイが好きだよという人とか、あと普通のディレイじゃもう物足りませんよという人なんかにね、触ってみてほしい機材だなと思います。個人的にはギターはもちろんのこと、シンセサイザーにかけると結構良かったので、そういう使い方もありかなと思ってます。本物のテープサウンド一度体験してみてはいかがでしょうかといったところで、今回も終わりたいと思います。ありがとうございました。